はい、こんにちは、ショーです。今日もポケモンバイオレットやっていきます。名前をね、変更しようと思ったらさ、できないんだよね。だからちょっと変更できるようになるまで待ちます。あとなんか後ろにね後ろに知らないポケモンがいるんですよね。こいつはなんだろう、雲だね。なんていうポケモン、なんかすごい眠そうな顔してる。タマンチュラ、タマンチュラ良さそうじゃん。でもこれ炎でやったら多分死んじゃうよな。いや、テンポがいい、マジで。てってるでー。タマンチュラ、虫タンかな。あ、虫タンだ。糸玉ポケモン。タマンチュラにニックネームつけますか。ちょ、あと、あとでいいや。お尻から出す。読む前に。ちょっと、読みたい。はい。糸玉ポケモン。お尻から出す糸は、ワイヤーに匹敵する強度。え、強っ。強さの秘密が研究されているのだ。あ、まだ未研究。こいつどうなるんだろうな。結構でかくなりそうだけど。ちょっとじゃあ行きますか。なんかね、光ってるのアイテムっぽいんだよね。拾いながら行きたい。あ、ちょっと取るだけなんで。あざわすあざわす。ランダムエンカウンターないかな。あ、これで遠巻きにできるね。傷薬。いろんなポケモン捕まえたいな。あれ、羽っこじゃね？羽っこいるわ。羽っこー。なんか会合してるな。なんか嫌がってる。投げちゃった。あ、一匹だけなんだ。アタクサポケモン。寒い地域を除けば割とどこにでもいるのは風に乗り各地を移動しているからだ。はい。羽っこもあれかな、この地方のフォルムになるのかな。葉っぱ。これはなんだ、鳥だ。ややこまじゃね、あれ。ややこまだ。ごめん、踏んじゃった。大丈夫そう。ややこまいんのか。野山や街中で生活する生きりんこ、生きりんこ、ああ、あれか、なんか頭が頭がリーゼントのやつかな。生きりんこと縄張り争いを街中で、あ、縄張りを争い街中で大乱闘になった。生きりんこ、鹿が行こう。ちょっとガンガン行こうって言ったけど、あっちの選択気になるよね。どうしても寄り道したくなっちゃうんだよね。なんか光ってる。なんだ？あ、待って待って、新ポケいる。あ、カメラワーク。こう吹き虫に見向きもせずに。パモさん。な、火の粉で耐えるかな。いや、でもタイプ1だ。やべ、あ、電気タイプ。なんかでも手とか、結構大きいからごつい見た目になりそうな予感もする。ややこまと羽根っこは既存ポケだからいいかな。やっぱりね、最新作は新しい子たちでやりたい。ネズミポケモン。手の肉球が放電期間、後ろ足でようやく立ち上がると手のひらから電撃を放つ。可愛くね、こいつ。可愛い。パモ。コフキムシ。毒の粉をまき散らして敵を追い払う。住んでいる土地により餌にする植物が違う。コフキムシのなんかすごい目が、質感がいい。ツヤツヤ。さあ、行きますか。ひとまず灯台へ向かいましょう。そういうお話だったしな。ひとまずね、学校行ってね。寮まで行きたいよね。早く深丸を捕まえに行くんだ、私は。お、なんだ？
あの灯台形がすごいよな。ポケモンの捕獲は順調かね。もちろん。シオが捕まえたポケモンの数は？グギョ、おーおーおー、ネモさんの叫び声かと思った。何今の。え、知らない鳴き声、強いポケモンいたりして。パッケージモンスターの声かな。声の出所を探してみよう。この辺危ない洞窟もあるから、そこには行かないように。スマホロトムの安全機能があるけど、崖には気をつけてね。崖際落ちるのか。謎の出所、謎の声の出所、もうなんかマップで表示されてるけど。ん？下？落ちちゃうよ。あ、いる。あ、デルビルいる。すごい。ああ、威嚇してるわ。怪我してんのか。助からないぞ、それは。え、そういうこと？ロトムが助けてくれるってそういうこと？ロトム重労働すぎんか。こんなに早くパッケージモンスターと出会うなんて。こんにちは。お腹空いてんの？これ本当にポケモンか？謎のポケモン力なく倒れている。すごいメカメカしい。元気になるものをあげようか。あ、サンドイッチ？あげよう。食うか？お気に召すかしら。あぎゃ？あ、かわいい顔が。主人公の顔、表情も豊かやな。おかついてる。お腹空いてただけ？あ、すごい元気になった。かわいいぞこいつ。洞窟？洞窟に用があるのか。すごい、なんかあれか、足の部分がターボみたいになってる。ターボ、エンジン、なんていうの、あれの。なに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 。おお、フォルムチェンジ。じゃない。あ、あ、これがガチ、ガチの姿。あ、目が黄色入った。おお、なに。意外とのさい。ゆっくり行ってくれたわ。なんかいるの、何がいるの。あ、行っちゃった。洞窟は危ないって言ってたよね。上登れるのか主人公。あ、ん？呼んでる？待ってるね。入り江のホラーな。すごい、このポケモン機械音するわ。あ、走れなくなった。緑。なんだなんだなんだ。何がいる、あの真ん中。あ、石か。おお、すごいとこだね。綺麗だ。ごめんなさい。行きます行きます。おー、石よ。あ、やべ。あれ？あ、上？つながってんだ。いた、石よ。大丈夫？怪我してない？大丈夫。
よかった、本当に心配した。私が声の出所探そうとか言い出したから。ううん、今はとにかくこの状況を解決しないと。どうにか上まで登ってきて、近くに来てくれたらポケモンの技で引っ張り上げるから。オッケー。あ、え、デモには見えてないの？位置が悪い。あー、いや見えてたわ。ついてこいって言ってるのかな。おお、あ、デルビル。何あれ、なんか奥にビッパーみたいなのいない？あれ、私のポケモンと同じぐらい、いや、もっと強かったりして。やばい。あ、ヘルがいる。なんだのネズミ。あ、ヤングース久しぶり。あ、ディグダいる。ディグダー目移りがすぎや。まあ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 、ひとまずね、ちょ、この子待ってるから一緒に行こう。青いの何、この緑の葉っぱ、葉っぱ生えてる。あ、ごめん、行きましょう。アイテムあるわ。んんん、何何、あ、いっぱい来たかわいい。あ、めっちゃ威嚇されてる。な、何のイベントや。あれ、どうした？あ、いける？岩が壊れちゃった。すごい破壊力。なんて技なんだろう。もっと近くで見せてほしいな。戦闘鏡。なになに？何か来てる。後ろから？後ろ後ろ。あら、さっき見てたもんね。ごめんて。いや、これ勝てるか、ヘルが。ホゲータいける？40レベルこれは格上だ。あ、ダメだ、戦おうしただけで。ん？あ、戻ってちゃった。あ、気づいてなかったの？なになに？おお、素早い。あ、いっぱいちっこいの来た。かわいい。電気タイプ入ってそうやんな。めっちゃいるやん。おお、おーい、こっち急いでかっこいい。すごい、なんかこのパッケージモンスター賢そうやな。いろいろ考えてるっぽいし、すっごい身のこなし。危機一髪だったね。何？灯台？ああ、戻った。ああ、それやるとパワーなくなっちゃうんだ。うん、力を使い果たして疲れちゃったのかな。なんだろうこのポケモン。元トカゲってポケモンに似てるけど、この姿見たことない。いきなり形が変わったけど大丈夫なのかな。どうだろう、どうだろう。師匠にもわからないんだ。うん、っていうか本当無事でよかった。そういえばさっきの戦いすごかった。ヘルが相手に謎のポケモンと息ぴったりじゃんそうだった？この子に指示出してなかった。そうだね、まだシオのポケモンになったわけじゃないんだ。うん、あ、よかった、ちょっと元気出たみたい。あ、割と回復は早い。さっきの謎の声、正体はこの子だったのかな。見れば見るほど不思議なポケモンだね。シオのポケモンになったら絶対勝負させてね自分が捕まえたいとはならないんだ。もしもの時のために連絡先公開しとこう。あ、まだしてなかったの。あ、黒いスマホロトもいいな。カバー変えたい私も。
強いポケモンと戦うための技、覚えさせる道具もあげとくよ。スピードスター、ありがとう。マゾマシンは一回使うとなくなっちゃう。あー、そこは前と一緒なんだね。大変な目に遭ったし、ちょっと休憩。灯台に登って一休みだ。この子ついてくるんかな。灯台に行こう。はーい。かわいいぞ。このフォルムかわいい。おお、灯台行こう。誰かいる？灯台のところに。バックパッカーみたいな人いるね。あら。あいつは。あ、同じ学校の人だ。なんでいる？割と人慣れしてる。お前らに言ったんじゃないさ。君確か文系クラスのペッパーだっけ？ポケモン博士、フトゥー博士の息子さん。何もわからん。ペッパーくん。父ちゃんは関係ねえ。すごい毛量。それよりこのポケモンがなんでいるんだよ。どうしてこの姿に？崖の下であった。助けてくれた。不思議な鳴き声を調べてたら、シオが崖から落ちちゃって。この子が助けてくれたの。力を使い果たしたみたいで、その後へたり込んじゃったけど。形が変わる前はものすごく強かったんだよ。だろうな。この姉じゃ戦えねえさ。ミライドンの本当の姿は戦ってる時のフォルムだからな。ミライドンってこの子の名前？なんで知ってんの？なに？灯台になんかある？研究所には入れねえよ。鍵かけたからな。お前見かけない顔だけど、その制服は。うちの学校の生徒かよ。ミライドンは普通のトレーナーが扱えるポケモンじゃねえ。どういうポケモンなの？ん、ミライドンの世話が務まるか？俺が試してやろうか？ああ、なんかミライドンに固執してるのかな、この人は。いいよ。意外とやる気満々ちゃんだな。まんまんちゃんです。もやもや気分払わさせてもらうぜ。何使ってくるんだろう。心拍見れるかな。おお。気を入れてる。ペッパーくん。ホシガリス。ああ、意外と可愛い。でも髪の色は一緒。あ、見てくれてるミライドンが。嫌なやつのこと思い出しまった。落とし前つけてもらうぜ。つけてもらうぜ。なんで私が。まあいいけど。グルトン、チャームボイス。あれ？チャームボイスとか覚えるの？フェアリーになる。そんなことはないか。ちょっとはやるみたいだな。どうも。割とおとなしいな、ミライド。ナイスファイト。ありがとう。捕まえたばかりのポケモンじゃ話にならねえか。ミライドン連れて行くならこれ持ってけ。あいつを制御するモンスターボールさ。ミライドンのボールを手に入れた。え、誰かのものなの？謎のポケモンミライドンを入れるモンスターボール、ペッパーという男の子からもらった。だからなんでそんなの持ってんの？やっとボール手放せたぜ。じゃあな。ちょっとシカトしすぎじゃない？本当に。学校ちゃんと来なよ。来てないの？おかしなやつ。あ、おとなしく入った。聞き分けがいいぞ。人工的に作られたポケモンなのかな？でもなんか知ってそうだった。今度会ったら勝負して問い詰めてやろうね。勝負は別にしなくてもいいけど。東大、上から学校見るよ。入った。入ってちゃった。灯台に登ろう。おお。おお、南一番エリア。すげえ。あ、中央が学校かな。あ、雪山あるね。うん。こっちは遺跡っ
ぽいのもあるな。湿地帯？奥には砂漠っぽいとこもあるね。あ、キャモメ。あの奥にもなんか建物あるよね。うん、いろいろ行ってみたいね。なんかポケモンセンターじゃないな。ガソリンスタンドみたいなのある。あれがテーブルシティ。あ、あっちがテーブルシティ。ホールがついている大きな建物が私たちの学校なんだ。うんうん。師と勉強できるの今からすっごく楽しみ。楽しみ。そこらくちゃ。いっぱい学んで、もっともっと勝負しようね。東大からの景色すっごいでしょう。見渡す限りの山、草むらに森。なかなか壮観ですな。この自然の中、いろんな場所でたくさんのポケモンが暮らしてて、潮との出会いを待ってるよ。改めて、パルデア地方へようこそ。さて、見ての通り、まだまだ先は長いんだ。うん。ひとまず途中のプラトタウンを目指しましょう。これ一日でつけるの？レッツゴー！なんかさ、アローラの時にはさ、アローラっていう挨拶あったじゃん？ないのかな？挨拶ないのかな？結構あの挨拶好きだったんだけどな。スペインは確かオーラとか言うから、なんか似てるのあるんじゃないかな。お、短パン小僧かあいつ。勝負しようよ。あれ？こっちから仕掛けて、仕掛けないとダメなのか？あ、こっちから仕掛けるんだ。あ、コタックいる。僕たちポケモントレーナーはね、声をかけたら勝負。あれ？あ、戦った。短パン小僧のユートが勝負を仕掛けてきた。よろしく。あ、その場で終わるんだ。はい。じゃあね。目が合うだけじゃわかんないもん。一方的な仕掛けるのはないんだね。プップリン。あれなんだ？あれなんだ？なんだこれ。あ、こいつ知ってるぞ。やったー。パピモッチでしょ。こいつはね、見た。パピモッチ、あ、いいじゃん。こいつ捕まえようぜ。何タイプか知らないから、ひとまず体当たり。プップリンが見てる。やったー、パピモッチ。じゃあ、吹き虫と交代すっか。子犬ポ、あ、フェアリー。吐息に含まれている酵母が料理を作るのに役立つため、古くから人に保護されてきた。ベーグルだね、これ。手持ちに加えたい。あ、手持ちいるか。いいね。新ポケは捕まえていこう。既存ポケは勝手に捕まえておくわ。犬。プラトタウン。あれ、ポケセンじゃないのか。ポケセンっぽいな。おい、こっち。はい。すごい、なんか。すごい、簡素なポケセン。ポケモンに関係するいろんなことができるんだ。それでは詳しいご説明お願いします。かわいいぞ、ジョイさん。困ったことがありましたら、ポケセンまでお越しください。あ、カジッチュじゃないや。なんだっけ。アローラのポケモン忘れちゃった。甘カジだ。甘カジいるわ。困ったときはポケモンセンター。ここテストに出るからね。ポケモンに慣れてきたらおすすめの合言葉。レッツゴー、R ボタン。歩いてるポケモンに落ちてる道具拾ってきてとか、戦ってきてとかお願いできるんだ。何それ。戦ったりアイテム拾ったりしてくれます。体力である HP が少ないとレッツゴーができなくなります。ポケモンに指示をしなくても戦ってくれるお任せバトル。なあ、お任せバトル。なんか、ここの街も見て、あ、敷地がいるわ。
これはなんだ、あれペリッパーだ。ここはプラトタウン、プラト立ち寄る安らぎの町。なになに、とろけますよ。アイス、ヒューアイスではないねガチアイスガチコジオソルトアイス。え、なになになに、レイドパワー、レイドあるの、デカデカパワー、なんだなんだそれ。あれ、捕獲パワーとか経験値パワーとかは聞いたことあるぞ。アローラの時にあったよな。チビチビとかデカデカとかわかんない。卵パワーは多分卵が孵化しやすいのかな。照り焼きアイス照り焼き照り焼きか。あ、おめたまだ。あ、あー、溺れるんだね。金槌か。じゃあ一通り見て回ったし、坂行きますか。この坂毎日は嫌だね。ちょっと、おー、ドリドリだ。赤いやつが出てるかと思ったけど、ここはパチパチスタイルだ。へへ、ドリドリ久しぶりだね。アローラ以来だね。買い物してバッチリ？戦う？うん、戦っていこうかな。戦うか。いっぱいいるし。なんだなんだなんだ。あいつはなんだ？あ、ウスハチいる。こいつなんだ？虫タイプか？え、なんか。どうやって中に入れるんだ？あ、違うの。ほげた。ごめん。帰ってきて。あ、なに？待って待って。カメラ起動したんだけど。カメラ撮れるの？めっちゃいいじゃん。かわいい。ほげた。開いた。あ、いいね、これ。かわいい。あ、これこうなるのか。ガイドオフ。かわいい。待って、おどりどりに向かう。ちょっと、ホゲータ、お家に帰ろう。あ、こうか。オッケーオッケー。ちょっと、HP 回復してくる。もう服、制服、一式揃ってるんだけど。メガネ外したいな。変えれるやん、スマホロトムの色も。ポケモン勝負してますか？すごい主張が激しいぞ、こいつ。ポケモンリーグ。ほんほんほん。4人のトレーナーに勝ったら豪華な景品をプレゼント。あれ、2人も戦ったか。備えあれば。嬉しいぜ。じゃあ、2人戦ってくるか。よーし。ポケモン勝負してきたぞい。電磁波、ありがとう。当イベントは他のエリアでもやってるので、そちらでもぜひ。ありがとう。ここはテーブルシティ。これ陰ってきたんだけど明るい時見たかったな。おい、しよう。坂道のトレーナーたちと戦ってポケモン成長したんじゃない？どれくらい強くなったか勝負して試してみようよ。やべえ、回復してね。いいよ。やった、持つべきものは友達だね。それじゃあしよう、実りある勝負をしよう。そんな門を
は挟んでやるの。もうちょっとあるでしょ。いきます。ニャオハ以外何捕まえたんだろう。ネモさん強くなってそうだし、今回は2匹で行かせてもらうね。 OK。 パモ電気タイプだったね。なんかいいのあるかな。うん、なんとも確認もどうしない。パピモッチとかいいんじゃない。このテラスタイプっていうのがよくわかんないんだよね。テラスタイプってなんだ。タイプが変わるのかな。うーん、どうしよう。パモ電気タイプ、パピモッチ出してみる。舌で舐める。かわいい。ムチムチだな。思った以上に押されてる。やっぱり塩いいね。この背中のムチムチいいな。パピマッチかわいい。パモ、麻痺状態にすることがある。普通に体当たり、いや、とっておき使っちゃう。なになに、なんだ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 、知らないの出してこないでよ。え、もう一匹出すの。違うな。なんだなんだなんだ。なんか頭についた。かわいい。なにそれ、すごい硬そうになったけど。あ、静電気かよ。最悪だ。最悪だ。静電気のパピモッチじゃないや。パモがいいな。テラスタルタイプの威力をもっと高める。ん？まずい？痛い。めっちゃ綺麗なんだけど。ハッピーモッチ引っ込めた方がいいかな。やーばい。あー、しびれてる。ごめん。交代交代。交代しよう。うちの子自然回復だな。そっか、どうしようかな。普通にホゲート出した方がいいかな。元気なら今一つだけど。せっか、フルトンでいいや。チャームボイスあるし、静電気受け付けない。いや、あれ何ターン続くんだろう、あのキラキラ。ずっとかな。いやー、火力高い。いや、グルトンよりもそうだよね。パモの方が早いよね。まずい。あははは、耐えられない。耐えられないよ。そんな。そんな。ホゲータ。いや、でもホゲータも多分遅い。そんな早くないぞ。すごい、なんか頭のところが光ってるのがいいね。うん、いや、早いよ。なんか、ちょっと。ホゲータ一回かい、やったー、ナイス急所。急所なんてやるじゃん。狙っても当たらないのに。あー、勝てた。相手のパンも倒れた。おー、綺麗。テラスタル。あー、グルトにだけ入んなかったよ。残念だ。急成長にびっくり。ありがとう。いや、でもね、卑怯だよ、それは。何も知らない相手にそんな強いのやるのは。すごい、テラスタル相手にそのまま勝っちゃうなんて。ああ、そうだ。手話まだ使えないんだ。そうだよ。あとで何とかしてあげる。強いから忘れがちだけど、ポケモン始めたばっかりなんだよね。ちょっとイントネーションおかしかったね。勝負の俺、手話に元気のかけらをプレゼント。ありがとう。
あ、3個もくれた。どうも。うちのポケモン回復されてます？こちらの門の向こうが学校の町、テーブルシティだよ。学校が町なのね。町の中は坂とか階段多いから、一休みして追いかけるね。でもさ、意外と体力ないのか。おお。おお、すごいスペインっぽい。あ、ショップとかあるんじゃない？あれ、サンドイッチ屋さんだな。あ、いいね。服屋さんもあるね。いいですね。はかどりますぞ。まだ始まってもねえからな。入学っていうか、学校行ってすらないから。追いついた。やっと着いたね。寮はどこなんだろう。ここがテーブルシティ、パルデア地方最大の都市。昔から交易が盛んで、新しい技術や知識を求めてたくさんの人たちがやってくるの。ヘアカット、髪型をいじれる美容室やお惣菜が美味しいお店もあるよ。シュは何が気になる？お惣菜屋さん。意外と食いしん坊だったり。お腹が減ってはポケモン勝負できないもんね。あ、勝負といえばシオにもテラスタル使ってほしいんだった。そう、それ知りたい。ちょっと手続きが必要だから代わりにやってくるね。ありがとう。その間シオは街を見て回ったら楽しいよ。制服アレンジできるブティックやレストランもあるから行ってみて。私のおすすめはポケモンに持たせて便利な道具売ってるデリバードポーチ。デリバードポーチ、どこだか全くわからんが、まあ探索しよう。一通り見終わったら学校の前に集合。階段すごいから覚悟してね。ほんとだ。結構だね。また後で、楽しみにしてて。よし。はい、ということで今日はこの辺で終わろうかなと思います。ちょっとね、エモート覚えたんだ。待って、エモート出せないんだけど。え、もっと上か。あ、こうだ。いけた。かわいい。手振ってはないね、これ。あ、これか。はい、ということで、お疲れ様でした。また、次回も見てください。バイバーイ。